ゆくきん TV エビデイ、ハロー YouTube。 はい、今日皆さんにご紹介するのは、もちリベンジです。前にお餅焼いていろいろ失敗した踏まえて、餅今回ゆっくり焼いて中火でとか、違う、味変も、味違いもいろいろ聞いた、ジュリンちゃんに聞いた。まずこちら、めんつゆバター、めんつゆで焼いて、まあ海苔で覆っちゃうけど、いい感じに溶けてるっしょ。それと納豆、醤油でちょっと味もちはつけて、醤油と、まあ、納豆と海苔のお餅、見栄え、見ちゃえばいいや、見栄え良くするためちょっと海苔今少なめだけど、もっといっぱいかけちゃうよ。そうでしょ、これがメディア。一回見栄えのいいやつを見せるね。さあ、めんつゆバター行ってみたいと思います。味がまず染み込んでるかな、どうだろう。うんうんうん、これは味が薄いめんつゆこれだって希釈するあれなのに薄い。まあいいや、つけちゃえばいいだよ。うん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 、うめえ。続きまして、納豆。納豆お餅。上手に食べれるかな？やっぱ上手に食べれなそう。ちょっとちぎんないとな。ああ！腹立つ。うん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 、うめい。うん、ちょっと醤油足していいな。うめいぞこれ。もう一回確認で食べてみましょう。うん、うめい。うん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 、うめい。見栄えはね、あんま良くないけど、リベンジ、リベンジ成功。お餅うめい。全然ね、食うのやっぱめんどくさくて、いつもずいぶん食ってなかったけど、また前の、前回のお餅から、うまい。たまに食うとうまいな。うん、餅ってそういうこと。餅。